柿はアントン・チェーホフの短編小説。1884年12月6日発行の雑誌、目覚まし時計第48号において、スケッチの副題付きで、チェホンテのペンネームを用いて発表。放題は漢字の柿、柿と表記される場合もある。雨が降り出しそうな秋の夕暮れ、僕は父に連れられて、モスクワの大通りに泊まり続け、空腹で、 体調を崩して、今にも倒れそうだった。父は5ヶ月前に、初期の仕事を求めて、と訪れ街中を回っていたが、今日、ついに物恋になる決意をした。僕たちが立っている真向かいには3階建ての飲食店があり、明かりの灯った窓を通して、中の様子が見える。すると、店内の壁の張り紙に何かが書いてあることに気づく。 よくよく目を凝らすと、柿と記されていた。初めて見る言葉に興味を持った僕は父に、柿って何と尋ねるが父には聞こえていない。父は人並みを見つめながら、お恵みを、の一言が言い出せずにいた。柿って何と僕がもう一度尋ねると、父は海にいる生き物だと答える。次の瞬間、僕は想像を巡らせる。 その生き物は、魚とエビを合わせた姿で、それを使って様々なスープ料理が作られるはずだ。口の中でそれを飲み込むと、僕は嬉しさで、膝が崩れ、父の街灯にしがみつく。父は、生きたまま食べるんだと言い、亀のように硬い2枚の殻に入っていると続ける。それを聞いた、途端、僕は、ゾッとした。殻の中には、カエルのような生き物がいて、 大きな目をギラつかせながら口を動かしているに違いない。そんなに気味悪いものなのに、僕は一匹、二匹と平らげていく。食べずにはいられなかったのだ。柿をちょうだい。と僕は両手を突き出す。その時父は、おめぐみをと声を絞り出している。柿をちょうだい。と僕が、父の外套の裾をつかみ叫んでいると、シルクハットをかぶった、紳士二人が近づいてきて、 お前が柿を食うのか子供なのに。と笑い声を上げ、食べっぷりを見たいと飲食店に連れ込まれる。興味津々の人だかりの中で、僕は、ぬるぬるして、塩辛く、湿った、カビ臭いものを口に入れる。ギラつく目やハサミや、鋭い歯を見ないように一心に食べ進めていると、硬いものが歯に当たり、ガリガリと音が鳴る。監修からは、この子、殻まで食ってるぞ。と、 笑いが起きる。その後、僕は、異様に喉が渇き、胸焼けや口の中の妙な後味のせいでなかなか寝つけなかった。父は、部屋の中を、うろうろしながら手を動かす仕草をしている。そして、風か空腹のせいで、頭が重いようだとつぶやく一方で、先ほどの紳士が柿の代金20ルーブルを払うのを、見ていながら金を貸してもらわなかったことを後悔している。 明け方に僕はようやく眠りにつき、ハサミを持ったカエルが殻の中で目玉をギョロつかせている、夢を見る。昼頃に、喉の渇きで目を覚ますと、父はまだ歩きながら手を動かしていた。ありがとうございます。